なんか相変わらずの狭間不動尊だなだな。なんでここなんていうの、狭間不動尊来る時だけさ、このなんていうの、山登りしてる最中からすでに寒気を感じるんだ。寒気感じるの？なんかあーここ来たなっていうなんか独特の寒気感があるここだけ。まだ7時、まだ8時前ですよ、51分。ああ、来るなぁ、どうすんのって来るんだよなぁ。8時の段階でくっそ元気じゃん。やっぱし、あれなんやな、違うんだな、あの何、普通のあの心霊スポットとは。お、すげえ、ウサギ、ウサギ、ウサギ、おいし、かわいいのうさぎ、うさぎも取れたぞ。おい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 。熊の次はうさぎかね。急に可愛くなっちゃったじゃないですか。あほや。さあ、今日の取れ高は何かあるかな。影取りてえな。なんていうか、割と足元にカメラやっとかないかんのだなっていうのを本当に思っとる。ちょうどピンポイントでなんていうの、カメラの枠外で動きよる、マジで影。それが普通だろうな。だから。歩きますか。もう一個。さあ、今からではポチポチと上登ります。今日どっち方面から行く。昨日来たこともねえわこっち行こう。この前こっちだったね。じゃあそれ影がこっちからやったよね。うん、影こっちからこの坂道の方で俺は見てる。こっちから行こう。わーい。さあ、じゃあいよいよ。でも何やろね、この空気って。はい。普通に綺麗に映るときと映らないときがあるのが怖い。シャッターチャンスって押すやん。うん。そうするとフラッシュがたかないんだよ。いや、フラッシュがたいても暗いんだよ。わかる？何やろな。なんでやろ。いや、なんかその辺でなんか影動いてたなって思って。なんだ、上になんかおるのか、虫が。でも雲を映したとかで、わお、なるのかな、なんでな。すげえ雲の巣。ああ、これの揺れか？え？雲の巣揺れてる？雲の糸を取っても映らんのにな。めっちゃ気にするやん。意外と俺。心がガラスなんですよ。全然さっきから進んでねえね、俺たち。うん。だって俺からしたらこっちの方が、ここのなんていうの、坂道がよっぽど心霊スポットだもん。今日はなんか異様に静かすぎる。そうですな。まだ8時なのよ。もう8時やし。良い子は歯磨きしてあれだよな、寝る準備してる頃なんだよ。
そう、うん、多分左側からだ。今日はオーブが取れてない。そう言いつつ写真撮れてるから心配はしてない。いや撮れてない。確かに虫の声以外に何も聞こえないもんな。こんなんだったっけ。違う、うん、なんかさ、動物と出会った時必ずあれだよね、何も取れないよね。そうだっけ。動物が最大の取れたかとかやめてよ。明るさだけで言ったら夜中あれ11時も今も変わらなかったな。綺麗なんだよね、俺ら写真撮ってる。画家びっくりした。あ、影が動いてるわ。これは怖い。てかでかいがですな。でも申し訳ないけどさ、俺らがなんていうの、影見たっていう日さ、うん、思いっきり冬だよ。冬だったよね。虫いねえもんな。うん。さ、でさ、ペットボトル。お？あなたが立ち止まるとさ、今日ここがなんていうの、制限かなっていうさ、ここら辺から俺はそれを警戒し始める。なんか風の時にゼー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 の音が聞こえない。俺の息かな。そう。違う、なんか痰がからシューシューっていう音の。単純にこのマスクしてる音あれではない。大丈夫。違う、後ろからすげえ気配が感じる。ついてきてる。わかんね。眩しい。今日全く取れてない。今日はダメなのかな。普段はしごしてからここ来るからね、それのせいもあるのかな。でも確かにろうそく一本もついてないからな。うん、今日なんかすごい暗いね。なんだろうな。いただきました。ありがとうございます。なんか、なんだろう、ここね、いろんな心霊スポットと比べてやっぱり何か違うんだよ、来たらわかる。ここは聞くのかわからない。クワン、クワンっていう音がさっきから聞くの。この楽器みたいな音。でも昼間どうな、昼間見に来たらね、栄えとるんかな。ここ栄えるのはちょっと俺嫌だな。でもどうやってさ、ろうそくを火つけとるか見てみたい。
あ、今日は俺絶対ダメだ、初めて。うん、なかなかレアな状態ではあるな。オーブが一枚も取れてない。まあ本当に一枚、どうだろうな、本当に一枚も取れてなかったら逆にあれまた画像集で載っけるけどこれは大変なことになりました。次行ってみよう。うん、登ったり降りたりね、めんどくせえな。エスカレーター欲しいっすな。やめて。夜は止まるやろ。エスカレーターに止まったやつは本当マジに歩きづれいで。こちらに今オーブが取れたぞ。濃いやつが一番。あら。うん。こんなにでけえか。餌がいっぱいあるんでしょ。おお、私は帰るぞ。なんか鳴ったね。カーンと。そこになんか落ちた。なんかが当たったか、なんか落ちたか。このポストぐらい。こっちからだよね。うん、頑張って音の正体探すけどもうダメだわ。はい、皆さん、狭間不動尊の一周の旅、ちょっとね、すいません、無口になっちゃう。なんかね、今日なんかいつにも増したなんか変な感じ。今日本当にね、すごくね、前よりかも今日はすっげえ不気味に感じるんですよ。この風のないとこから。なんだろうな、うん、今日はね、独特、今までのない独特感がすごいんですよ。こっちの方が絶対伝わんないんだよな。うん、画像ではね伝わらないんだけどね、今日はね一緒に来てくれたら絶対わかる。なんか狭間不動尊って結構来てるもんな、うん、頻度高く。今日はちょっと違うよね。なんか無口に なりたいぐらい重いんよ。そう、なんか、うん、なんかずっとね、なんかね、後ろからね、ずっとつけられてんすよ。だから後ろばっか気になってますよ。あー、うん。また屋根取る？今日は怖い。今日フラッシュが悪いでしょ。なんやろ、今日すごい怖いぐらい静かだよね、ここ。なんだろうな、なんか動画だけど喋らないかんけど、その喋ろうっていう気分にならないんだよ、うん、いつものテンションじゃねえんだよな、入った瞬間。なんやろ、ちょっとごめんね、今日みんなさん面白くないかもしれないですけど今日不思議なんだよ、本当に。何なんでしょうな、8時という時間がダメか。いつももっと遅かったっけ俺ら。うん、はしごしてるから大体10時とか9時とか。やっぱしここは10時のこと買うのかな。良い子は寝静まってから、まあ、俺もいい子やから早寝んとかんねん。ラップ音も聞こえんかったな、さっきのカーンが。そうじゃない、あのカーンを何やったやろ。物が落ちるにしてはすごいな。なんか鉄製のなんか薄い板になんか物が当たったような、石でも投げたような。猿かな。ウサギのせいではねえな、ま、確かに。マジ怖えな。ほんと今日はね、ほんとに皆さん、ほんとに。今日、なんだろう、この風のなさ。風ないし、なんか、いろいろないんだよ、なんか。そうそう、なんか今日足りねえんだよな。そうね、トークも足りてないけど。え、違うんだよな今日。そう、なんか車の中のハイテンションと違うもん今。そう、なんか何なんだろうな今日は。違うね。まあ歓迎されてないっていうことなんでしょうな、きっと。これは確実だな今日は。もうオーブ取らしたなっていう感じかな。